なんちゃらサインの森で携帯型建造ベイとかいうやつの残骸をスキャンしたら作れるようになったので作ってみましょう。建造ベイ、乗り物を作れるところなのかな。乗り物ってことはシーモスが作れるようになるのかな。はぁ、材料不明、まだ作れないみたいだね。なんでやねん。なんでもやねん。わからないなら調べましょう。ザビーン、シーモスの残骸は確かカフェテリアさんのポットの近くにあるんだったよね。前に来た時は暗くなってきちゃってよく探索しないまま帰っちゃったんだっけ。はいはい、高橋です。わーな、なんだあいつ急に襲ってきやがって。サンドシャーク、サンドシャーク、砂ザメ、なんだあのデタラメな泳ぎ方は。こいつ泳ぐの下手なのにサメ名乗るなよ。しかもポットの周りから離れようとしないんだけど。カフェテリア大好きかよ。何にしますか。やるしかねえ、突撃。なんかチョココーンみたいだね。というかこんな装甲みたいなのに覆われてるのにナイフで切りつけて効くのかな。は、やつはどこへ行った。逃げるんだよ。あ、なんか逃げていきましたね。その装甲は飾りかよ。さてシーモスもシーグライドとかと同じようにいくつかの残骸をスキャンすることで作れるようになるみたいだから、この海域を探索しつつ残骸を探してみました。マシ探索。赤い草に隠れたシーモスの残骸を発見。これでようやくシーモスが作れるようになりました。海の苔。この辺りはなんだかフローターにくっつかれて浮力と釣り合ってる岩たちがたくさんあるんですね。地形はごちゃごちゃしてて面白いけど赤い草ばっかりでサンゴとかはあんまり生えてないから殺風景だね。あー、それめっちゃわかる。おー、なんか岩の間で何かが光ってますね。これは何ですか。アイストーク。アイストーク。なんか飛ばしてきたんだけど。植物のくせに生意気な。サンゴとかイソギンチャクの類なのかな。あれもオーロラ号だったものなんでしょうか。何やら巨大な残骸が沈んでるところにやってきました。こんなに大きな残骸を見つけるのは初めてだね。何かいいものが落ちてたりしないかな。お、これはスキャナールームの残骸。スキャナールームってやつは基地に設置できるものなのかな。ちくわに増設するやつなのか。それからバイオリアクターの残骸ってのも見つけました。これも基地関連のものなのかな。あれ、あら、あれって脱出ポットじゃないですか。脱出ポットですね。前回通信を送ってきたポットかな。通信が来てたのは確か脱出ポット6だったから、これは違うやつなんじゃない。そうなんだ。おいー、もう動ったぞ。酔っ払いかよ。はい、準備は整ったので早速建造ベイというのを展開してシーモスを建造してみましょう。ラビーン。あー、ポチッとな。シーモスは高速で安全な移動手段だけど水泳もいいぞ。話聞けよ。ラビーン。乱暴な浸水式だな。ラビーン。はい、こちらがシーモスちゃんです。丸っこくて可愛いデザインだね。なんだかスクイドボールを現代風なデザインにしたみたいな潜水艇ですね。いや、それ言ったら世の中スクイドボールだらけになるじゃん。7つの海のピコはいいぞ。みんなも見よう。この星に光る化け物はいても光るクジラはいない。シーモスちゃんは海中だけじゃなくて宇宙でも使えるみたいだよ。どんな推進方式なのかとっても気になりますね。あー、それめっちゃわかんない。そもそもこんなアクリルみたいな素材でできてるのにどうやって圧力に耐えるつもりなんだろうね。さて通信が来ていたので脱出ポットだったらシーモスちゃんで迎えに行ってあげましょう。こちらサンビーム号。なんだサンビームかよ。ご存知の通り我々はアンドロメダの向こう側にある小さなトランスガブ出身だ。知らねえよ。そこではこんな言葉がある。いいことなしに悪いことはない、悪いことなしにいいことはない。そうなんだ。悪いことばかり起きていると感じているかもしれないが、それはただいいことが遅れているだけだ。我々の迎えがいいことかもしれない。すごいな。それいいことっていうかマイナスがゼロになるだけじゃない。はい、じゃあちょっとだけスピードボールちゃんでお散歩してみましょう。右下の雷みたいなマークのやつはバッテリー、工具のマークは HP かな。これさ、バッテリーはなんかチャージする方法とかないのかな。ツールとかシーモスに使うバッテリーも今のところは完全に使い捨てだからね。いちいち作るのが面倒だよね。てっててて歌える方のまだ使えよ。あ、おお、リーフバックさんがたくさんいますね。リーフバックリバヤさん、よく見ると大きさも個体によって違うんだね。あの親分みたいなのに挨拶していきましょうね。こんにちは。この新しい乗り物どうですか。資材とかペッペッペッって集めて作ったんすよ。嫌がらせかな。ほなおいたましますんで、また来ます。ごきげんよう。ごきげんよう。さいなら。